はい、船橋市より NHK をぶっ壊すということで、船橋市にやってまいりました。私がね、初めて当選させていただいたこの船橋という地でございます。本当にね、船橋市には感謝しておりまして、今もね、党の本部は船橋市に置いております。船橋市はですね、定数が50名というですね、日本で一番市議会議員の数が多いところなんですが、今回は、結果として80枚ポスターが貼れるような状態だったんですが、どうも60名ということになりそうです。10人落選、50人当選ということで、そういう意味では非常に競争率の低い選挙になったのかなと。前回はね、73人出ましたから、あとね、何人だ、13人も多かった。前回23人落選だったんですが、今回10人ということで、ですね、逆にからいきましょうか。小川祐希、 NHK から国民を守ると60番からいきます。小川祐希でございます。ね、ここは私が4年前に当選させていただいて、その後ですね、しっかりと船橋市民を守りするということはやってきたつもりでございますので、ね、ぜひ、ね、ちょっと東京都知事選挙に立候補しなきゃいけないということになったので、船橋市を辞めることになりましたが、後任は小川祐希です。非常にね、彼は優秀な人間で、船橋市のですね、市役所の職員をしておりまして、その最中に船橋市の職員の時に僕にいろんな船橋の内部の情報を提供してくれてました。大学は早稲田大学の法学部ということで、正義感、そして知識、 学歴というんですかね、申し分のない僕の 後継者でございますので、船橋市民の皆さん、小川祐希です。小川、もう一人、ね、小川さんという、小川学さんという人がいますが、投票するときには NHK から国民を守る党というのが、投票台に書いてまして、その下に小川祐希と書いていますので、確実に小川祐希とフルネームでご記入ください。はい、次59番、長谷川勝さんですね。私が非常にお世話になりました会派の代表でございます。できれば一緒に参議院選挙に来てください、来てくれませんかとお願いはしているところなんですが、ただね、仕事ができる人は選挙結構弱くてですね、長谷川先生、まあ、当選はほぼ確実だと思うんですが、なかなかね、2000票台前半と、まあ、ここは船橋は2000票で当選するところなんで、1900票で落選、2000票で当選というようなところで、人口が63万人だったかな、有権者がちょうど50万人もいます。有権者の250人に1人が投票すれば当選するところなんですけども、まあ、2500票ぐらいかな、長谷川先生、まあまあ大丈夫だと思いますが、長谷川勝さんです。次、前回、三橋三郎さん、僕と一緒の新人、前回ね、一期生でした。野田佳彦さんの応援がありまして、前回は民主党なんですが、今回は民主党がなくなっているということで、連合千葉推薦、そして、ね、野田前総理が応援しているということで、まあ、三橋三郎さんはもう当選確実ですね。次、橋本和子さん、一緒にね、視察も行かせていただきましたが、船橋市は公明党さんが非常に強いところで、50議席中10が公明党ということで、公明党さんは1人平均3000票ぐらい取りますから、公明党さんは全員当選します。56番、浜野太郎さん、元職の方ですね。無所属で前回は落選、今回はさあ復活なるのかということで、分かりません。この落選している4年間どういう活動されたのかが分かりません。ただね、1回当選して2期目落選すると、なかなか3期目が厳しいというジンクスがあって、4年間ある意味政治家ができるのに、選挙運動というか政治活動をちゃんと、まあ、してないから、票が取れなかったっていうのもあるんでね、落選している間の4年間、どれぐらいどういうことをされたのかっていうのが、この浜野太郎さんの、ね、33歳ということは25歳の時に当選してるんですけどね、どうなるのか楽しみであります。次、小平奈緒ちゃん、奈緒ちゃんと言ってしまいましたが、まあまあ、同期です。前回当選して今回自民党の公認と、まあ、あまりプライベートのことを言うといろいろとあるので、ね、アイススケートじゃなくて趣味スケートって言うんですよね、これも狙ってますよね。小平奈緒さんというね、オリンピックのメダリストかな、
と漢字は全く同姓同名で、向こうは小平奈緒で、この立候補している彼女は小平奈緒ちゃんでございます。当選確実ですね。公明党の鈴木治さん、お世話になっておりました。当選確実です。今回ですね、共産党の金光理恵さん、今回共産党、ここもね、共産党はあまり強くなくて、前回8議席だったんですが、前々回は7議席、1人落選してます。で、特に今回共産党は8人の現職の中で4人が、新人ということで、2人が引退で、1人が体調不良、そしてもう1人が県議選に出たということで、上の4人がですね、辞めちゃって、新人4人の中の1人です。分かりません。共産党は落選の可能性があると僕は見ております。次、52番岩井智子さん、共産党のもう絶対当選する人ですね。めちゃくちゃ票を取るので、岩井さんが本当はね、新人の共産党の人に票を分けることができればいいんですが、船橋はね、公明党さんと違って共産党は票を分けるような能力がないということで、岩井先生はもう間違いなく当選確実です。公明党鈴木孝さんも当選確実、公明党ですね。次、このね、ナイキただひとしさん、これがね、ちょっと正直分かりません。このね、西尾健一さんっていうのがずっと県議で当選してる人なので、この人の票がきっちりと移れば当選すると思うんですね。1万5000票とか取る人なんで、さあどうなんだろう。ちょっと年齢パッと見た感じはね、もう相当年配の方でもあるし、厳しいような気はしますが、西尾さんがどのような動きをされているかによって当選かどうかがわからないということで、今のところ、前かちょっと当落予想はだいたい置いときましょう。次、共産党の新人佐川さんですね。佐川武さん、当選の可能性が、落選の可能性はあります。次、島田太蔵さん、途中でね、ちょっと僕と同じ会派だったんですけど、議会議員を辞職してます。今回辞職したんですが、新たに立候補ということで、さあどうなるか。非常に選挙強い方なんですが、島田先生のもうちょっとね、絶対当選とは言えません。次、小川学さん、さっき言った、うちの小川祐樹と同じ名字なんですが、希望の党からの立候補です。で、希望の党っていうのはイメージとしたら小池百合子さんなんですが、これはもうガチの方の希望の党で、中山京子さんとかがいらっしゃる方の希望の党だと思います。前回4年前は維新の会から立候補してですね、落選で、補欠選挙があったんですが、その時も結構票を取りましたけども落選ということです。次、共産党の上子そよ子さんですね。この方共産党新人です。新人の共産党の人は分かりません。落選の可能性があります。次、日本維新の会公認の小村騎士さん、若いんだね。49年ってことは43歳か。パッと見て僕も50過ぎかなと思いましたが、元船橋市地域福祉課職員、あ、小川さんとある意味同じなんだ。船橋の職員だったんだな。もうね、前回維新の会が3人できて1人当選したんですが、4年前はあれです、橋本徹さんがいたんでね。で、今回はもう橋本さんがいない維新の会で、大阪では維新の会めちゃくちゃ勝ったんですけど、実は関東では維新の会全滅と言っていいと思います。1人しか当選しないですね。で、前半戦、統一地方選挙の前半戦で維新の会はもう恐ろしく票取れてないので、はっきり言うと僕はこの船橋でもこの小村さんという人は維新の会から出ると多分僕はきついと思いますが、当選の可能性もちろんあるんですけども、僕は落選するんじゃないかと見ています。次、44番鈴木克美さん、議長ですね、されてた鈴木さん、鈴木先生もね、もう4期目ぐらいだと思うんですがね、選挙そこまで強くないので、さあどうなるか。確実に固めては来てると、ね、思うので、ほぼ当選は間違いないと思いますが、鈴木さんですが自民党の方ですね。で、七戸さんは今回自民、鈴木先生は自民党と名乗ってないんで、ひょっとしたら自民党辞めたかもしれません。七戸俊治さん、自民党の重鎮ですね。なんだかんだと言って可愛がってもらいましたが、もうこの方も当選確実です。そして、杉川博さん、もう可愛がっていただきました。もう杉川先生も当選確実ですね。はい、長野春信さん、同期なんですけどね、もうめちゃくちゃ選挙強いんで、長野さんも自民党当選確実の方です。はい、そして妻狩さん、
この方も前回は無所属だったんですが、まあ、立憲民主党、まあ妻狩りさんのような選挙の強い人に立憲民主党がついちゃうともう鬼に絡もうですね。今回はトップ当選するんじゃないかと僕は見ておりますが、妻狩りさんがですね、現職の方です。4期目ぐらいになるのかな今度ね。はい、次共産党の新人で安田進さん、新人の方なので落選の可能性があると思います。4期16年の実績というで神田博恵さん、まあ、この人も議長をされてですね、まあ、めちゃめちゃ強いですね。選挙強いです。当選確実です。市民ネットワークは今中紀子さん、1人だけですね。船橋は市民ネットワーク1人だけ出ると強いです。もう当選確実だと思います。市民ネットワークは2期8年で人を入れ替えるという制度を取ってまして、前回までは三宅さんという人だったんですが、今中さんという方に交代して、まあ、1人だけだったらもう間違いなくこの方もほぼ間違いなく当選です。確実です。岡田徹さん、僕と同期で前回民主党の方なんですが、今回は民主党がなくなったということで、こんな感じで無所属ですけども、まあ、非常に強いと思います。はい、次公明党の僕の同期ですね、行き合った桜井さんも当選確実です。前回が次点大沢博之さん、前回はね2000票足らずで51番目ということで、残念ながら当選できなかった大沢さんですね。2000円の議員方ですね、まあ、前回次点だったんで今回は、相当力入れてると思います。共産党の現職松崎幸さん、ただ共産党の現職といえども前回は当選なんですけど前々回落選してるんですね、8年前ということで、松崎さんも安全牌ではない、安全ではない落選の可能性あると思います。次伊藤典子さん、36歳、前回の4年前の選挙には出ていないんですが、現職の方です。なぜかというと補欠選挙で当選されています。立花が船橋市議会議員を辞めたことによって行われた補欠選挙で当選された自民党の伊藤典子さんです。国会議員の秘書されてた方ですね。補欠選挙で勝ってます。この方も、まあ、間違いなく当選すると思います。佐々木勝利さん、間違いなくこの方も自民党系の人なんですけどね、僕と年一緒だったかな。一つ上か僕の方が一つ下ですね。佐々木先生も当選確実だと思います。はい、次斉藤和夫さん、この方が前回最下位の50位当選でした。もうねこの方はもういつもの通りで動物の殺処分をゼロにしようということで、船橋はこのワンイシュでも当選するというね、ことで、まあ、今回さどうなんでしょうね。斉藤さんがどれぐらい活動されたのか僕は分かりませんが、前回がギリギリだったので相当活動しておけないと危ないかなと思ってますが、いかがでしょうかと。松崎由依さん、僕がいた頃は副議長です。もう公明党の方当選確実です。松橋浩司さんも公明党当選確実です。いつも元気な松橋先生です。池澤道夫さん、まあ、お父様から地盤を引き継いでる方なんですが、僕の一つ上なのかな池澤先生ね。非常にね可愛らしい僕大好きな池澤先生、前回もちょっと危なかったんで当選確実とは言えないんですけども、まあ大丈夫でしょう。4年間ね議員をされてたんで相当池澤先生は知れば知るほどいい人だっていうのは分かると思うので、僕は池田先生は危ないかもしれないけど当選すると思ってます。26番誰か分かりませんので飛ばします。そして25番米原雅人君、ね、片山さときさんの元公設秘書、鈴木哲也さんの元秘書ということで、まあ、前回も前々回も4年前も8年前も残念ながら落選と、まあ、結構厳しい数字が出てるので、さあどうなんでしょうかね。米原君ねもう3回目の正直ですからね、3度目の正直、当選してほしい、まあ、前回一緒にねポスター貼った中でもあるので当選したらいいのになとは思ってますが、分かりません。2回も落選しちゃってるんでね、たまにうちのポスターで使ってます。次は石川遼君ですね。彼はもうゴルフの石川遼君と同じ同姓同名、前回が新人なのに2番手、ほぼ6戦目ぐらい取ったのかな。もう当選間違いないですね。本当仕事もよくしましたよ彼はね。はい、次、公明党の新人さんですね、上田美穂さん、斉藤さんという重鎮が辞めたのが入れ替わりの公明党さん、当選確実です。次、自民党の大谷俊子さん、大谷先生にも、ね、非常にお世話になりました。いい人ですよ。ね、まあ、大谷さんが議長になるように僕も頑張ってみたんですけどね、議長にすることができずに船橋の議員を辞めることになりましたが、まあ、当選は、ね、もう確実な方です。次、立憲民主党2人いる中の1人です、浦田秀夫さん、まあ、浦田先生も選挙強いんでそこに立憲民主党がつくともう鬼に絡もうですね。当選間違いないと思います。
公明党の藤川弘子さん当選間違いありません。そして公明党の石崎幸男さんも一緒です、ね、当選間違いありません。滝口一馬さん前回無所属で、あごめんなさい前回自民党の、ね推薦だったのかな、今回自民党公認で2期目もということでね、まあ、全然、この方も余裕だと思います。17番は欠番、2つ欠番がありますね。次中村静雄さん、僕がやった時の議長さんですね。まあ、もういい人っていう表現が一番合うと思います。中村さんも中村議長もね、もう強い方なので当選間違いないでしょう。で、浅野健也さん、同期です。自民党の公認でゴルフがむちゃくちゃうまい、まあ、彼も親からの、まあ、二世議員なんですけど、まあ、間違いなく当選確実です。滝口さんは一馬さんと広瀬さん、これ親戚なんですが、滝口広瀬さん、まあ、あの本当にね、一緒に仕事させていただいて滝口広瀬さん、特にお世話になっております。まあ、滝口先生 も市議選だったら間違いなく当選確実ですね。はい、高橋健太郎君、あえて君と言いますが仲良くさせてもらってます。前回は維新の会から3人が出た中の1人、唯一当選した、高橋健太郎君です。今回は野田佳彦さんの応援をもらっておりまして、まあ大丈夫だと思いますけどね、当選、まあ、2期目、僕の同期です。高橋君が今回も頑張って出ております。金沢さん、共産党のベテランの方ですね。もう金沢先生もね、まあ、この人も間違いないですね、当選間違いない方です。宮崎直樹さん、これちょっとね野田佳彦さんがあちこちに応援出してるんで、さあどうなんだろうと思いますが、まあ新人ですけどこの人も僕は確実だと思ってます、当選するでしょう。鈴木伸一さん、公明党の僕の同期、2回目2期目の挑戦と、もう間違いなくね当選されます。ヒーロー武人さん、4期目ということで、自民党公認、若いですけどね、早稲田大学のね、法学部だと思います。頭のいい人ですね。はい、もう本当やり手ですよヒーローさんね、当選間違いないです。共産党の新人同期の酒井さん、現職なんですけどね、酒井さんも前回もそんなに票取れてなかったので落選の可能性はちょっとあります。次、全く分かりません、林俊則さん、保守系無所属ということで、正直この方の情報がありません。なかなか船橋で、パンとね保守系無所属でポンと当選するのかっていうと実は厳しいと思いますけども、なんかね後ろになんかのなんか応援みたいなのがないっていうのがちょっと厳しいのかなと思います。藤代清七郎さん、ま、もう昔の市長の息子さんですね。この人こう見えても僕よりも年下です。もう当選間違いありません。市内でいっぱいね、なんか福祉いろとねなんかやってます、なんとか理事長とかやってますね、当選間違いない方です。河合先生、河合陽樹さん、この人も自民党系の人で、もうこの人も当選間違いないベテランの方です。はい、僕の一番嫌いな人っていうか、ここで嫌いな人って誰かいるかなって、この人しかいないのかな。船橋の中でね僕が一緒に仕事をしててこいつだけは許せないと思ったのがこの人ですね。梅内美希夫という人物で、まあ年は僕の上で現役のオートレーサーなんですね。で前回は3000秒ちょっと取って僕よりも票取ったんですけど、オートレース船橋オートレースがまだあって廃止しないようにしようということで、オートレースを守ろうという人の票を取ったんですね。ところが全然そのことについてオートレースに関してね全くと言っていいほど結果を残さないまま、4年が過ぎてまた立候補すると、ね、僕は一番彼がこうやって許せないっていうのは、同じ総務委員だったんですが総務委員っていうのを、別の先輩議員に委員会を代わってもらって総務委員会を傍聴もせずにレースに行ってたんですよ。そのね彼はオートレーサーを優先したんですよ議会よりも。それを僕は船橋の議員で言うとめちゃめちゃ怒り出してね、もう大喧嘩ですよ。であとその船橋オートレースの後をね残すために銀メダリストの人かな読んだんですね自転車の、まあ、その時の経緯とかもあって僕はもうこの人間だけは許せないと思ってます。梅内美京さんという人だけは許せないと思ってますが、ただ前回3000名も取ってますから、当選する可能性は十分にある方です。もしね皆さんに投票しようという方がいらっしゃればそういう人だと、
議会にも行かずにオートレースで金儲けをしている人だということだけは理解しておいてください。次に斉藤誠さん、民主党だったんですが僕と同い年ですね、今回国民民主党からなんですかね、この方前回トップ当選なので当選確実ですね。はい、次宋久人君、自民党元気印、うわこんないいのかこれ、これ彼はもちろんあれですよ、自民党でもなければマック赤坂さんの一番の弟子で、すごいなこれ自民党のマーク使ってるのこれ、これ自民党のマークをそのまま使ってるんだ、こういうのってどこなのかな、自民党の推薦でも公認でもないのに自民党元気印というのはまあ書いていいんでしょうかね、分かりませんが、まあ、前回500票ぐらいですね、仲良くはしてますけど議員として彼がやっていけるかって言ったら僕はもう全くダメだと思います。はい、最後1番朝倉美希春さん、多分東大での人ですね、まあ、無党派市民派ということで、まあ、この人も非常に選挙強い方です。以上です。相当悪口を言った人が、まあ、相当と一人だけですけどね、このように期日前投票が市役所、そして駅前船橋駅前フェイス、七篠台出張所、そして西船橋出張所、二和会館、東部公民館、北部国民館、明日からですね、北部公民館は土曜日だけですね、で基本的には明日から、期日前投票が始まりますのでよろしくお願いいたします。選挙ね、ぜひとも小川祐樹、まあ、船橋、まあ、いろいろところありますけどね、まあ、この中で10人落選ということなのでぜひともね小川祐樹に投票いただきますようよろしくお願いいたします。僕はね本当に小川だけは特に、皆さんにお勧めできると自信を持ってお勧めできる候補者であると思っておりますので、僕がいなくなった船橋は小川に任せたいと思います。以上です。長くなりましたが終わります。以上です。船橋市より NHK をぶっ壊す。